はい。LGBT の Q って皆さん、Q って何を表しているかわかります意外とね、LGBT の LGB までは、みんなね、なんとなくイメージつくんですけど、T と Q は、まあ、あんまりよくわかんないって人もいっぱいいるんじゃないですかね。 で、今日はね、LGBTQ の一つ一つを説明するわけじゃないんですが、あの、私は LGBTQ の Q で、Q のクイアっていう性です。はい。まあ、これに関してはね、またいずれなんかの機会があればお話し,しますが、LGBTQ のクイアのまこねこと、小川誠です。パッ拍手パチ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  音を入れればい,いんだけど、ね、<laughs> めんどくさくて。<laughs> まあ、それでですね、うんと、このチャンネルは、もともとね、プライベートチャンネルで、まあ、思い返すこと15年ぐらい前に、まだ携帯電話の頃にアップしたりして遊んでたんですけども、私はね、うん、とやっぱみん,ながみんながやり始めたり、みんなが楽しみ始めると、なんか興味失っちゃうっていう体質で、そう。で、まあ、 まあ、みんながね、あの you、YouTubeYouTube って言うようになったりとかね、あの、Google が YouTube を買収したあたりから、まあ、あんまり興味がなくなっちゃって、見ることは見るけど、自分で作ったりっていうのはあんまりなかったんです。で、まあ、3年前に、えっと、実はダイエットしようと思って、筋トレ中心にダイエットを観光しました。 その時は、その時タバタトレーニングっていう方法を知ったんです。で、そのタバタトレーニングを指導してくれる先生に会う、先生に指導を直接受けるために、大阪に引っ越したし、神戸に通ったし、そういう経緯があったんですが、実はね、まあ一年ぐらいで辞めちゃったんです。まあその辞めちゃった話は、まあ、今日はしませんが、そう、なぜ、 今更もう一度16時間断食を始めたかっていう話もまたいずれしていきたいと思います。ただ現在進行形で、えっ、ー、と、今16時間断食で、えっ、ー、と、ダイエットしてます。はい。で、今日でだいたい6週間目。それでですね、6週間目を記念するわけじゃないけど、できれば毎週発信したい。反省会をしていきたいと思います。16時間断食ね、 あのー、まあ、YouTube とか見てると、まあ、朝抜けばいいんでしょうみたいな感じで言われてる方もいらっしゃるんですけども、まあ、よくよく勉強してやらないと、まあ、ちょっと、あのー、健康被害のリスクも全くないとは言えないものなんです。まあ、それで私は、あのー、16日間断食始めるにあたって、ま、いろんな本読んで、まあ、やってみようっていう感じで始めたんです。でもね、 やってみると、まあ、失敗の山、山、山。<laughs> うまくいかない山、山、山。まあ、ね、元来ね、私ね、全部完璧にやりたいタイプなんだけど、まあ、それがいけなくて、今までいっぱいのいろんな人に迷惑かけてきたので、まあ、今回はね、多少の失敗があっても、まあ、まあ、いいや、いいや、みたいな感じで、のんびりやってます。 そんなわけで,ですね。今日は16時間断食、6週間目の反省会を皆さんにお知らせしていきたいと思いますね。で、このチャンネルはですね、今後も、えっと、私の16時間断食の経緯を皆さんにお知らせしていきながら、Vlog に近い形でやっていきたいと思います。Vlog というよりも、あの、ポッドキャストに近いかな。 私ね、実は今、ポッドキャストも発信してるんですけど、毎日、毎日じゃないな、週5回、40分ぐらい一人で喋ってます。なのでね、今は、こうやってあの、一人でお喋りするのはあんまり苦じゃない。<laughs> そう。さあ、本題に行きたいと思うんですが、その前に、もう二つだけご案内させてください。で、私のこのチャンネルでは、あの、AI による文章作成とか、 は一切使っってておりまません全部自分の感性だけでやっていますそしてですね、えっと、現在、もう一つのチャンネルがあるんですけども、これは海外向けに、えっと、英語、トルコ語、えっと、アラビア語で、あの、トルコの地震で被害を受けた皆様に向けて、日本人からのメッセージって形を発信させていただいています。これはですね、えっと、毎日やってます。 今日発信分で25日目かなはい。で、週1回もロングのやつも、あの、アップしてるんですけども、まあ、どっちかというとね、こっちの方が今、忙しい。<laughs> なんだったらね、アラビア語よくわかんねえからね。そう。まあ、それで、内容と、日本語で内容と、えっと、ぜひチャンネル登録してくださいってお話を書きたいと思いますので、ぜひ最後までご覧になった上に、概要欄で、えっと、 トルコ、ね、パ、トルコ、シリア、あの、避難者の皆様に、あの、コンビニでチャリンとかに、ね、入れるだけじゃない、もしかして大金入れてる方もいらっしゃるかもしれませんが、自分たちでできることをやっていこうじゃないかっていう取り組みについて、ちょっと読んでいただきたいと思ってます。さて、そんなわけで今日の本題の話に入っていきますが、今日はですね、 まさに今週の私の経過発表。そしてもちろん良かったこととダメだったことがあります。なので良かったこととダメだったことをお話ししていきたいと思います。まずは今週の体重の経過。はい。この7日間なんですけど、 こう見るとですね、えっと、1キロしか減ってませんね。1.3キロかな。そう。まあ、コンスタントには下がってはいたんですけども、今週はですね、あんまり見ない、最近見なかった4とか5とか、あのー、3とかがちらちら見れる体重計だったので、もっと折ってるのかなと思ったんですけども、まあ、あんまり折ってなかったですね。 まあそれでも、えっと、16時間ダイエットをしていると、まあ、あの落ちるときは、ね、1キロぐらい1日でバッと取ちちゃうし、はいまあ、落ちたというかあの体の中の老廃物もちろん余計な水分も含めてあの排出されたということなんだと思うんだけども、あのーまあ、1キロぐらいパッと変わることがあるのであまりあの参考になるデータでは正直ないですただまあ下がっていることは下がっていますね。で どちらかというと、体脂肪率の方が、あの、私のダイエットにあっちゅう大事なんですけども、体脂肪率はですね、まあ、始めた頃からそうなんだけど、まあ、私の体脂肪率系のせいかもしれないけどね、まあ安定しない。上はね、こまあ、今月はまあこのとり、今週はこの通りなんだけど、まあ、ね、機械のせいなのか、 よくわかんないただまあ全体としての推移が分かればいいのかなと思ってるだってさ体重もそうだけど 0.01kg たら太ったでさまあね大きい声上げて泣いててもしょうがないじゃないうん、まあ、時間かけてあのゆっくりあの変わっていけばいいと思ってますそれでですねまあ,あの1ヶ月ってなるとどうかというとご覧の通り 1>, 1ヶ月前、三十一ヶ月前はですね、うんと、2月の、一月の上旬だったかないや、2月の上旬だな。んそうだよね、2月の上旬10日の頃は、えっと、まだ109キロ、110キロぐらいありましたね。で、今は104キロ切るっていうところなので、まあ、それでも5キロぐらいは折ってますね。はい。そう。で、まあ、動画の中でお話していた目標体重に関しては、あの、 達成できなかったんですけど、あの、10日経って今だったら目標体重達成しますね。はい。で、まあ、あの、体脂肪率はっていうと、ご覧の通り、まあ、緩やかだけども上下しながらちょっとずつ折ってるかなって思ってます。でですね、私は、あの、うんと、まあ、3年前に筋トレ中心にダイエットしたときに体、 タバタートレーニングっていう短時間でね、あの効果を上げられる無酸素運動を中心の、無酸素運動の割合の方が多く高いかな。有酸素運動より。そう、無酸素運動よりの筋トレメニューを知ってるんです。まあ自分でアレンジすることもできるので、えっ、ー、と、週1回、2回ぐらい筋トレしてます。その関係もあって多少バタバタしてるのかなと思ってます。もちろんね、筋トレしてゆっくり休んで筋肉がつけば体脂肪率は あの、下がって、あの、下がるけどもあの、体重は上がります。だって筋肉の方が重いんだもん。うん。まあそうなんだけども、まあ、まあ、ゆっくり落ちてることは間違いないって思うんですよね。なので、あの、まあ週1回、2回筋トレしながら今後もやっていきたいと思うんですけども、 ちょっとね、どなたのね、あの研究データだったかあの忘れちゃったんですけども、アメリカの大学の論文で、あの週1回あの筋トレを知れば、あの筋肉は維持できるっていうことが発表されてましたね。で、さらに筋肉をつけようと思ったら、残りの6日間のうちで、えっと、1回でも筋トレしれば、それは筋肉をつく方に進むと。その代わり、6回やっても、 あの、6回ゆるくやっても、一回ゆるくやっても、1回きつくやっても、まあ、その、1日の他の6日の間だったら、変わりがないっていうデータが出ているらしいですね。例えば、あの、私の先生も、あの、週1回、あの、超ハードなタバタトレーニングをやって、あとは、まあ、普通のゆるい筋トレでいいよなんて言ってましたね。はい。なので、私は、あの、うんと、週2回ぐらいちょっとウルトラハードなタバタトレーニングをし、 あとは、あの、時間があれば、あの、ゆるい筋トレしたりしてます。はい。でもね、それ以上に私にとって、まあ、運動といえばね、お仕事。<laughs> まあ、私はね、えっ、ー、と、今、あの、あの、ジムのね、スポーツジムのお風呂の掃除を専門にやってます。まあ、趣味と健康のためにって感じですかね。はい。 何もしないでね、あのー、ウェブの仕事だけしると、なんかちょっと時代と離れていくような、そんな感じがするんですよ。うん。まあ私もともと一生懸命仕事する方でもないし、仕事嫌いだし、やりたいことしかやりたくないっていうわがままな人なんで。で、まあ私は、あの、うん、冬前はね、あの、歩いあの、電車で通ってたんですけども、冬になってからはずっと歩きで通ってます。 で、歩くと、私が住んでるところから、だいたい40分ぐらいなんですね。で、往復すると、だいたいこのデータの通りに、1万歩ぐらいなんです。うん。あ、昨日はね、ちょっとうろうろしたら、1万3000歩ぐらいになったんですけど。ただね、私、その間、40分の間、もう黙々と全力で歩いてるわけじゃないから、あの、まあ、それほどね、筋トレになってるか、た、ま、酸素運動になってるかってたら、まあら、まあ、そんなことはないと思うんだけど、 まあただ、自転車で行くよりはよっぽどあの朝の,ねあの冷たい空気も吸えるし、そう、やっぱね、朝ってやっぱ人間大事ね <laughs>。はい。まあ、それで、えっと、この出勤中の40分の間を使って、私は、あの、週5回、ポッドチャットの収録をしてます。歩きながらね、ポッドチャットを収録して、えっと、後からアップするという。 やってます、まあ、ポッドチャットに関しても今回あまり触れませんけども概要欄にポッドチャットについてのご案内も載っけとくので皆さんの概要欄を隅々まで読んでみてくださいそうさてここからは悪い方に行きます深刻ですよここから正直どう深刻かというとじゃんこれはアプリで スマホでね、計測した私の睡眠状態です。あの、16時間断食で重要な要素がいくつかあると思うんですけども、まず一つはですね、水分ですね、お水、まあ。体に溜まった老廃物と余計な塩分とかね、まあ、とにかくね、体からいろんなものを排出するには水分も必要だし、人間の体は70%が水分ですからね、そう。 水分をしっかり取らないと体重は絶対落ちません。で、私の体重がまあマックス、今回ね、113キロスタートだったので、だいたい計算上1日3リットルぐらい飲まなきゃいけないんです。なので、今でも大体3リットル飲むんですかな。大体の内訳はですね、トマトジュースとお水とレモンを割ったものが1リッター。で、リン純リンゴ酢を炭酸で割ったやつが、 500cc。あとは、お茶とかが 500cc から 700cc。残りは、えっと、ご飯の時に、あの、味噌汁のね、だだ雑多に雑多にまあ、何でもごちゃごちゃ入るやお野菜のお味噌汁が私の一番の最近の食事なんだけども、まあ、それに入って大体3リッターぐらいのお水は飲んでますね。水分はとってます。ただ、 あの、16時間ダイエット。もう一つ重要な要素は、もちろん食べ物も重要なんですよ。何食べてもいいって、まあ、確かに何を食べても、あの、そんなに大きく、あの、フィールドバックされるってことはないんだけども、ないんだけども、やっぱりね、あの、しっかり効果的に体調としっていうこうとを思うと、食生活もすごく重要です。なんとですね、日本ダイエット健康協会は、あの、外国基準なんです。 っていうのは、ダイエットっていうと、日本人の場合、体重を落とすっていうようなイメージなんですが、それは、それが通じるのは日本だけで、世界的にはダイエットっていうと、食生活の見直しとか、食習慣の改善とかが、えっと、ダイエットっていう意味になるんですね。うん。なので、えっと、私はその食生活の改善、もう一つ、生活リズムの改善を、 16時間断食を通してやってるっていうのが本当のところで、まあ、体重はね、そのうちまあ、まあ続けていけば落ちるでしょうみたいなのが本当のところ。まあその中で食事も水分も大事だけど、もう一つが寝る時間。そう。ベストは7時間半以上。で、えっ、ー、と、まあもちろん寝る時間っていうのは人によって個人差あるので、あの、何とも言えないんですけど、私はね、なかなかデータ上は あの、それほど寝れてないんですね。まあ、人にはね7、7時間半ぐらい寝てますって言うんだけど、大体いいね、私は、あの、夜の、深夜の仕事と朝の仕事が両方、あの、セットみたいな感じなんで、あの、時間的に7時間半寝ようと思うと、夕方の、夕方の,夕方,の夕方って言えないな、お昼過ぎの15時から、えっと、深夜、ちょっと前の23時まで、7時間、8時間、 寝ようとしてます。ただね、実際こうやって見てみると、だいたい平均して寝てるのは5時ちょっと前。で、起きてるのは、えー、っと、10時ちょ、10時半ぐらいっていうのが、まあ、データですね。規則性として残ってるデータですね。でですね、もう一つはという、もう一つはデータというと、この寝てる時間、寝てる時間も、 7時間半が私にとって一番寝れたらいいなと思ってる時間なんだけど、7時間半寝たのは今週1回だけですね。少ない時はまあ3時間、4時間弱ぐらい。なんかね、えっと、その原因をまたこれから今日ね、ちょっと掘り下げていきたいと思うんだけど、えっと、のね、いくつかある原因の一つは、 まずね、身近にスマホがあるってことだと思うのね。まあ、あの、直線までパソコンでなんか作業したりとかすると、やっぱりね、なんか頭が動いちゃうのね。なんか眠るモードになってないの。で、私はさ、やっぱりお昼の15時に寝ちゃうから、あの、お昼過ぎ12時にはカーテン閉め切ってなるべくくしようと思ってるんだけど、まあ暗くなんかならないさ。<laughs> まだ開けとけば外の工事の音もするしさ。 まあそんな感じで、まあ15時になかなか布団に入っても、あのスマホいじっちゃったりとか、えっと、それこそ、あの、私ね、英語の勉強もしてるんだけども、ドリンゴでね、あの、英語の勉強を始めてしまったりとか、結局動画見ちゃったりなんてしてるうちに、まあずるずると、もう早く寝なきゃなって思ってやっと寝るみたいな感じなんですね。まあだ、それだけに睡眠時間が、 やっぱ、なんか、削られちゃってる。おけつは変えられないんでね、仕事なんで。んで、まあ、熟睡した時間、まあね、寝始めた時間もね、まあ、このように、このね、表ちょっと分かりづらいんだけど、下が15時、上が遅い時間ですね。やっぱね、えっ、ー、と、まあ、安定しないんですよ。1、2時間ぐらい差が出てる。うん、だから、生活リズムがしっかり安定してるわけじゃないから、あの、寝れた日と寝れなかった日では、体重の落ち方とかが、ちょっと、 違う気がする。うん。しっかりそこはデータ取ってないけどね。そう。ほんで、まあ、スマホが問題っちゃ問題なんですけど、まあ、どういう時に眠くなるかっていうのをもう私も調べてみるわけですよ。そうすると、体が冷えていくと眠くなるんですって。まあ、確かにね、あのー、前からそうなんですけども、シャワーかお風呂入って、あのー、まあ、薄着でね、ゴロゴロしてると、あの眠くなって寝ちゃった。 で、起きたら風邪聞いてましたっていうのは、私よくあるパターンなの。うん。まあ、なので、あの、今はお風呂にゆっくり入って体を温めてからお風呂に入あの、布団に入ろうと思うんだけど、今はね、眠れないんだよね、とか <laughs>、誘惑が多すぎて。で、まあ、そこで、まあ、あの、のんびりして、あ今日も一日終わったーってスマホなんか見始めると、あっという間にいい時間になっちゃうんですよ。そう。それがね、やっぱね、 今、うん、週が本当ひどかった。寝る努力が足りなかったよね。頑張って寝ようとしなかったもん,、うん。始めたばっかりの頃はそれでも頑張って寝ようとして、あの、米軍式睡眠法とかね、いろいろあるんですけど、うんと、試してみたりとかね。あとは、あの、あの、夢を楽しみに、私結構夢見るんだけど、夢を楽しみに寝たりしてました。でも最 今週は本当なんか、はもう時間中寝なきゃと言って慌てて寝て眠りが浅いっていうパターンだった気がするんですよね。うん、でこのアプリはですね、毎日のデータを取ってくれるんだけど、これが、まあ、昨日のやつかな。これ見るとあの、まああのふ、寝始めたのは18時9分遅いですね。でまあ、寝たり起きたりを繰り返しながら、 あの、パッと起きたと思ったらまた眠るくなる。まあ、深く眠るになるって言うんだけど、このね、アプリね、実は寝言もね、録音しててくれるんですよ。いびきも。ただね、両方怖くて聞いてない。<laughs> まあ、そんなわけですねんと。どういう仕組みになってるかよくわかんないんだけど、このデータを見ながら自分の快眠を、あの、どうしていくかっていうのは、今後もずっと課題になっていくんじゃないかなと思っています。 まあそれがね、今週の、やっぱ、しっかり寝る努力をしなかったっていうのが今年今月の、今週のね、一番の反省点かなと思っています。そう。で、えっと、じゃあ反省点をどう活かすかってことで、あ来週の課題なんですが、あのー、無理はしない。<laughs> そう、無理はしない。 まあ、とかくね、しっかりできなかったから私は無理しがちなんだけども、まあ、YouTube にしても、Podcast にしても、まあ、う、え、ん、っと、私はね、コンテンツを作って発信するの大好きなんで、まあ、やり始めると無茶になっちゃうんだけども、ま夢中になっても、もう時間になったら、やめて、もう明日でいいや。誰が責めるわけでもないから、明日でいいやっていうことで、やめるときはパッとやめて、眠りにつくようにしようとは思ってます。そう。 ただね、でも、やっぱりね、寝れないのは私のせいだけじゃないと思ってるの。まあ、タイトルに回った通りに。どういうことかというと、寝れないのは、やっぱ、昼間お天ト様が明かりすぎるからだと思うのそう。体内で、時はもう帰らんなし。なので、私は、今日からお天ト様には、ぜひ、お昼の12時には、もう、日が暮れてください。 そして、夕方の、深夜のね、えっと、夕方のっていうか夜の9時ぐらいには、もうお天道様上がってきてくださいって、祈り続けようと思ってます。皆さんもう私のダイエットのために、私のダイエットのために、お天道様とお月様に、もうちょっと早く動いてくれやと、お願いしてください。そう。お月様ね、まあ、昨日、一昨日が満月だったかな。満月のを見ながら、 新月じゃないけど満月の願いに、お天と様とお月様にちょっと愚痴をこぼしてました。まあ、それをね、あの、ポテシャットで配信してたんだけど、そんなわけでですね、私が本当に眠れない理由は、昼間だから <laughs>。私にとってこの時間に寝るっていうのはまだまだ修行が必要だっていうことを分かった一週間でした。だから来週は無理しない。そう。で寝る努力を怠らない。こんなことを。 頑張っていきたいと思います。さあ、いよいよ動画も終わりに近づいてきましたが、実はもう一つ案内があります。何かというと、私、あの、冒頭にね、日本ダイエット健康協会の生活をイザだっていうふうな肩書きがあるって、まあ、言ってたんですけども、はい。この6月にもう一度一級にチャレンジしようと思ってます。そう。で まあ私ね、日経もね、なんとか受かったって感じなんだけど、まあこの検定ね、あの、選択問題が少なくて書き問題が多いの。特に1級は。私が受けた頃はね。で、私が受けた頃は、あの、会場にみんな集まってそこで一斉に受けるって感じだったんだけど、今はね、コロナ様のおかげで、ウェブ上でね、あの、試験を受けるらしいので、ウェブ上ならね、ちょっと困ったらこそこそって、まあ見ることもまあありかなと思って、 ま、次はね、しっかり準備すれば落ちることはないんじゃないかなと思ってるんだけども、でも何だってあの、一回目受けた時のあの絶望感がすごいだけに、今回はしっかり準備をして臨もうと思ってます。それでですね、あの、この1月2月はですね、このダイエット2級の方の勉強をしてました。忘れてることもいっぱいあった。うん。目標体重の求め方とかね、忘れてることもいっぱいあった。 そう。で、今ちょうど2級の、あのー、教科書1つ丸々終わったっていうか整理したばっかなので、今日からはダイエット検定1級のテキストを始めていきたいと思います。ただ、テキストを読み書きしただけじゃ、なかなか全部覚えられるわけでもないし、あのー、短期間でね、少しずつでも、あのー、学んでいかないと、その、つながりがよくわかんないのね。うん。まあ、それで、 究極の勉強方法。まあ、これはね、私がまとめたノートなんですけども、究極の勉強方法として、YouTube を活用します。明日から、えっと、このね、えっと、教科書ね、一章一章っていうか、一章にいくつかの,あの問いがあって、それにあのテキストの中で答えていくっていう形式なんだけども、まあ、なかなか深い内容なんで、のテキストの あの、その9がね、うんと、1級2級全部合わせて110ぐらいあるのかなそれを1日1つずつ、えっと、動画の中で、これみたいな感じですよ。うんと、写真とその資料のところを掛け合わせながら、えっと、アウトプットしていきたいと思います。まあ、皆さんに教えるって感じですかね。まあ、教えてるところを聞いてもらうって感じですかね。うん。なので、まあ、あの、で、 と、健康、ダイエット健康協会のダイエットにする考え方は、やっぱりアメリカと一緒で、あの、体重を落とすんじゃなくて、健康的に、あの、継続できる体を作っていこうっていうような思想なので、非常に勉強になります。ぜひね、えっと、明日からの発信を楽しみにしながら見ていただけると嬉しいです。で、まあ今日はここで終わりになるんですが、 まあ、どっかでね、ちょっとお話ししましたが、私ね、あの、今、スポーンっていう、あの、音声専用の発信サービスがあるんですけども、スポーンで、えっと、ポッドチャストをメインで発信してます。他には、えっと、グーグル、アマゾンで、えっと、いくつかのね、ポッドキャストは同時に発信してますが、まあ、ポッドキャストを聞くっていうのがね、まあ、私にとってはあまり習慣としなかったので、 まあ、どういう方が、ポッドキャストで、あの、関わりを持ってくるか全然わかんないんですけども、まあ、とりあえず、あの、楽しい。うん。そう、ぜひね、あの、私の朝、40分、どんな話をしてるかな、なんていうことをお聞きい,いただければいいなと思ってるんですが、えっと、昨日はね、昨日は、あの、私のね、夢、 の話をしましたで。私の夢には3つの大きな柱があって、その柱の先には大きないっぱいの夢とか目標があるんだよと話したんですね。まあ、大きな柱といえば、1つはセクシャルマイノリティに関する夢、うん。もう1つは、あの、私はコンテンツを作るっていうのが好きなんで、コンテンツを作るっていう先にある夢。 もう一つは私のミッションとして捉えている世界が平和であり続ける継続的に平和であり続ける未来を作るにはどうしたらいいかというのがありますそれが大きな3つの夢ということでその先にあるお話を40分間お話ししました、まあ、同時に Facebook ページで YouTube チャンネル YouTube チャンネルではまあこのチャンネルとさっきお話したえとトルコの地震に対して 情報を発信しているというか、日本人からのメッセージって感じで発信しているやつですね。えっと、を発信してます。なので、日本をやってます。で、インスタグラムも、あの私、写真家なので、写真伝同士なので、写真同士なので、インスタグラムは、一つは、まあ、ガチのストリートフォトグラファーとしての写真をアップします。もう一つは、どっちかというと、あの、まあ、私の、 あの、普段の生活に即した写真をアップしてます。まあ、そっちには、あの、さっきね、動画で一部見せた、あの、トルコに避難者向けのメッセージも入ってるんですけどね。はい。英語版だけインスタグラムにも上げてます。で、Facebook ページに関しては、まだ何もやってませんが、うん。あの、なんだかんだって、Facebook が世界でやっぱり一番使われている SNS SN なんですよ。で、うんと、 やっぱね、国は違うとね、やっぱね、使われてる SNS も随分違うんだけど、まあ、Facebook の天下はまだまだ日本で思ってるほど落ちてはいないかなと思っています。そんなわけで Facebook ページの方を復活させる、復活させる準備をしてます。そんなわけですね。もう、まあ、もうね、ページは作ってあるんですけども、まあ、しかまあ、だ積極的に更新してないという状態。 ま、そんなわけで、えっと、こちらに関しても、概要欄にしっかり説明書きをしておくので、皆さん、全部登録していただいて構いません <laughs>。全部登録していただいて構いません。何も問題ありません。そう、スポーンも、あの、私がの人も面白い。そう、インスタはみんな、あのアカウント持ってるでしょう。YouTube もみんなアカウント持ってるでしょう。Facebook ページも、あの、 Facebook も、まあ、ある程度年齢の人は持ってるんじゃないかなと思います。そんなわけで、SNS、SNS、久しぶりに帰ってきました。まこねえでした。また明日。